こんにちは、ベビチューブです。今回は災害時に役立つバスタオルを使ったスリングのやり方をご紹介していきます。大きめのバスタオルを用意し、左下の角を三角に折ります。角と角を合わせて真結びをします。白を下、赤を上にして赤をくるんと一周させます。白を外側から中に入れ込みます。赤の紐を持ち、上の赤の紐を引っ張ると簡単にほどけます。真結びは緩みにくいのでおすすめです。きつめにキュッと結んでください。最初に三角に折った部分が前、結び目は利き手と反対側の脇腹にくるようにかぶります。角が前にあるか確認します。赤ちゃんをゲップをさせる体勢で抱えてバスタオルの中に入れていきます。赤ちゃんのお股からママと赤ちゃんの間にバスタオルを挟みます。完成。この時赤ちゃんが苦しくないか確認しましょう。あくまでも簡易的なものなので、手で赤ちゃんを支えながら使用しましょう。